8月20日8時28分、YouTube 録画しております。今日はですね、OMG のチャート分析ですね、こちらをしていきたいと思います。で今日8月20日になりますけども、一番動いている、コインチェックの通貨リストの中でね、一番動いているのはこの OMG ですね。OMG のチャート分析していきたいと思います。はい、今日の OMG ですけども、676円、17% 高ということで、コインチェックの中でも一番今日上がってます。こちらのね、チャート分析早速していきたいと思いますけども、7月の、14日以降ですかね、これね、そこから上がり始めまして、今日ね、見ていただいていると分かると思う、大きな陽線が出てきていまして、こちらですね、641円ですか、こちらは GMO の、チャートになりますけども、コインチェックの上は674円という形になってきています。650円超えたというところでありまして、ここ行くとですね、そうですね、650円超えて、上に数字がね、あるのを確認できていると思いますけども、800万というのが、800円ですね。800万というのは期待している数字になっちゃいましたけども、800円ですね。800円が、一つターゲットかなというところかなと思います。昨日の OMG ですけども、昨日22時ぐらいの段階ではですね、500円台でしたね。600円全然いってなくて、570円ぐらいかなという記憶があります。そこから一気に100円上がってきたということで、この陽線が今見て取れると思うんですが、ちょっと今ここでね、少し陰線が少し出てきてまして、ちょっと利確ですね。利確が入ってるなっていうのが今のチャートですね。さあ、ここからどうなっていくかというところが一番皆さん気になっているところだと思うんですけども、かなりね、こちらの7月の後半からですね、右肩上がりで、ずいぶん上がってきてますので、一旦やっぱり800円超えられるかというところがね、一つ焦点かなと思います。陰線が少し出てですね、利確をこなしながらですね、上に行くような状況が今のところシナリオとしては一番ありそうだというところなんですけども、動く時も結構早いですしね、この OMG どこまで行くかというところなんですけども、 OMG というのはね、どんなコインかというと、一つね、ちょっとご説明簡単にさせていただきますと、自動運転とかですね、車を今ね、自分たちでこう運転しますけども、今トヨタとこう連携してね、車を本当に自動化みたいなことを進めている時に使われるコインらしいですね。ちょっと詳しくは私も専門家、OMG の専門家じゃないのでわからないんですけども、そういう形で使う時の仮想通貨ということらしいですね。車を今は運転するっていう形だと思うんですけども、車を利用するみたいな、自動でね、車を呼んで目的地まで、例えば自分の、どこかお仕事に行くときにですね、じゃあ例えば新宿駅までとかいう形でやると、車が勝手に行くと、本当に未来でそういうのありそうだなと思ったものが、実現化するときに使われるコインとかに使われるコインらしいですね。トヨタと連携しているというニュースもありましたので、今ちょっとわかんないですね。私が以前読んだ記事でそういうことが書いてありましたので、そういう形で使うということなんですけども、なんか面白そうだなというね、感じはしますし、逆にそれがね、実際あればいいのになというところなんで、OMG はね、高くなるかなというふうにはその時も思いました。で、私はその時には購入してなくてですね、実は以前にね、もっと OMG が出たぐらいに買ったこと実はありまして、ポロニエックスですかね、海外の取引所、で使ってた時がありまして、その時に翻訳ですよね、日本語に変換してですね、仮想通貨いろいろ調べてたら、仮想通貨のところに OMG がですね、お神様って、オーマイゴッドっていうことを多分読んだ翻訳のソフトがですね、お神様って訳したと思う、お神様って面白いなと思って、そこから興味を持って買ったことがありましたけど、利益が出たからちょっと忘れ、もうかなりね、初期の頃だったんで忘れちゃったんですけども、そういう、ちょっとね、馴染み深いというか、コインチェックでもちょっとね、買ったりもしたことあるんですけども、そんなような仮想通貨でありまして、今日期待されてね、671円ということで、また上がってきたということでありましたので、一時期1200円ぐらいとかね、なってましたし、そこから見るとちょっと安くね、かなり400円後半とかまで落ち込んでいた時期もありましたので、随分回復してきたなというのが印象ですね。ですので、今回は今671円なんですけども、800円、こちら超えられるか、800円超えてくればですね、600円台あたりがですね、支持線になってですね、
いずれは1000円、まあ、1200円ということでいくのかなというふうにも思います。まあ、今のところ上昇トレンドは続いてますので、まあ、ここはロングしても面白いかなとは思ってます。まあ、ただね、まあ、ちょっと400円の時もあったのが今確認できていると思いますから、まあ、少し上がって 1.5 倍ぐらいになったと、短期的にもなっているということなんで、まあ会話でもね慎重に行くべきかなとは思いますね。まあ、ここで本当に全通貨みたいな形にはならない方がいいかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと強いのは強いなと思いますし、まだまだ上にね行く余力は、今見ていただいても800円ぐらいまでは上がりそうだなというのがちょっとありますので、まあ、短期的に狙うとか、あとは先ほど言ったような、このプロジェクトですね、 OMG のプロジェクトに何か応援してみたいなっていう方であればですね、まあ、値上がり値下がりも含めて、まあ、応援していくみたいな形を取るんであればね、悪くない、そんなに高すぎるというふうにも感覚的にはないので、まあ、悪くはない投資かなとは思いますけどね、まあ、それは個人的にどう思うかというところか、買いなのかっていうところにつながると思いますので、まあ、個人的には買い推奨ってことでもないですね。まあ、正直まあ上がるかもしれませんけども、ちょっとやっぱり買うなら400円ぐらいで仕込みたかったなっていうところが皆さんもあると思いますので、まあ、例えば買うにしても590円とかね、例えば600円割り込んだ段階で買うとかであれば、またね、このぐらいの水準で売ったりとかすることもできると思うんですけども、なかなかね、800円に行くっていうのも、ちょっとね、まあ遠いっちゃ遠いんですよね。今上がった段階で、なのでまあいずれにしてもちょっとねこう欲張ってなんか儲けようっていう形じゃなければね面白いと思いますけども、まあ、ちょっと儲けたいなって気持ちがあると少し逆に損してしまいそうな不安がありますので、その辺は慎重にね皆様の投資力が試されるような状況かというのもありますので、まあ、チャートから見ると、まあ、今のところこう右肩上がりに上がって、まあ、順調に回復してるなという、まあ、綺麗な、ね、チャートにも見えますので、まあ、ここで陽線がでかいのが出てます。これからね何個か続く可能性は十分あると思いますので、まあ、ここを狙うならこの辺で短期的に取ってですね、まあ、利益確定売りをしとくというのは悪いシナリオでは全然ないと思います。まあ、少しね下がってもまた上がってきそうな今全体のマーケットが違いがいいですからね、まあ、そんなに心配はしなくてもいいのかなと思うんですけども、まあ、本当に、まあ、何回もね他の動画でも言ってるんですけど、仮想通貨って忘れた頃の急落があるんでね、まあ、その時にできれば買えれば一番ベストじゃないかなと思いますので、まあ、じっとね時を待つっていうのも一番いいシナリオかもしれません。ということで今回 OMG の仮想通貨チャート分析させていただきました。ということで、最後まで、ご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました。